こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、オンコリスと任天堂の短期足を分析してみた結果ということですね、内容でですね、情報発信をしていきたいと思います。ですね、まあ一番はですね、情報発信する基準というのはですね、一番はですね、皆さんのためになるのを基準としているんですけども、大体ですね、短期足、デイトレードぐらいのですね、短期足を分析すると、まあ、ぶっちゃけですね、再生数が伸びないんですよね。なので今回はですね、抱き合わせじゃないんですけど、抱き合わせで短期足分析をして、今度の営業日ですね、営業日の時に、次の営業日の時にどんな値動きをするだろうなっていうのをですね、スイングだとなかなか結果が出なくて、どんな分析をしているかっていうのはなかなか皆さんの頭に残らないんですが、今回短期足で分析することによって、どれぐらいの内容の分析をしているのかっていうのをですね、皆さんに分かっていただくために、今回はですね、役に立つ&どれぐらいの精度で分析しているかっていうのを知っていただくとのと合わせてですね、バズったらいいなという野望を込めてですね、この内容で情報発信をいたします。それではですね、本題に入る前にですね、この動画を視聴する上の注意事項について説明いたします。この動画はテクニカル分析が大好きな投資顧問でも投資助言者でもない素人のおっさんが思いつきで作成している動画です。投資を勧誘したり促したりするものでは全くありません。2019年4月26日現在のチャートを見て作成していますので、最新のものという保証もなく、また安全性や将来の値動きを保証するものではありません。参考にする程度でお楽しみください。投資に関する最終的な判断は全て自己責任でお願いします。といったところで本題に入っていきたいと思います。はい、それではですね、いつものようにですね、分析事項のですね、前提から確認をしていきたいと思います。最初はですね、オンコリスの掲示板投稿ランキングを確認していきたいと思います。オンコリスについてはですね、投稿ランキングですね、13位ということで、最近のオンコリスにしてはですね、非常に珍しく下位の方にランキングしてされているなというのが第一印象で思いました。で、多分ね、この原因はずっと最近ですね、揉み合いになっているのが、揉み合いになってですね、値幅が、値動きが少ないというのが原因なのかなというところだと思います。それの同じようにですね、ティック回数を見ましても、8447回ということで、いつものオンコリスにしては少ないのかな、デイトレードは入れるんですけど、いつものオンコリスにしては少ないのかなというところですね。あとはですね、信用改ざん相変わらず多いですね。非常に、高水準の信用改ざんを抱えているのではないのかなというふうに思います。皆さんも持っておられるもののちょっと値動きが少ないんで、どうしたのかなという感じになっているのではないのかなというふうに思います。はい、それではですね、早速ですね、チャート分析の方に行きたいんですけども、短期足に入る前にですね、さらっとですね、週足と日足の方ですね、確認していきたいと思います。まずですね、週足なんですが、ごめんなさい、現在ご覧のチャートはですね、2019年4月26日現在のオンコリスのですね、週足チャートになります。まず確認していきたいところ、この前の続きと同じなんですけども、RSI ですね、 RSI については50のところも垂れてきて、ちょっと反発をしようかなっていうところですね。なので、ちょっとね、50で一遍反発したんですけど、また垂れてきてますので、もしかしたら、ここのね、週足で、週足レベルでここで揉み合いになるんじゃないのかなというのをね、暗示しているような感じがします。信用残ですね、見ての通り非常に高いレベルの高水準でですね、高止まっているのかなというところが、正直の感想であります。はい、続いてですね、2019年4月26日現在のオンコリスの日足チャートです。今ね、さっき、これもさらっと流していくんですけども、今現在ですね、2650円から3050円のね、範囲で、揉み合いになっているのではないのかなというふうに思います。ここね、で、RSI も見ましても、ちょっとね、強かったように見えたんですけど、ちょっとね、やっぱこれ垂れてきたので、揉み合いになるのかなというふうに思います。だから1回ね、上に下に2回今来てるので、あと1回上に今ぶち当たっていけば、あと次のラリーで、ブレイクするのかなっていうイメージを持ってます。1回ね、多分上にぶち当たるような気がするんですよね。
上にぶち当たって次のね、でもここではブレイクしなくて次の下に行くか上に行くかのところですね。下に行く場合はそのまま2650円のここのねところにぶつかって下に受けると、上に行く場合は一回下げるものの真ん中ぐらいでですね切り返して上に抜けてくるのかなというイメージを、値動きのイメージを持っております。とりあえずですね、週足と日足の分析については以上になります。はい、それではですね、時間足変わりまして、現在ご覧のチャートはですね、2019年4月26日現在のオンコリスの60分足チャートになります。チャート的にはですね、右肩下がりのトレンドチャンネルラインが走っててですね、あとおまけに出来高がねだいぶ小さくなってきているので、このチャートパターン的にはフラッグ、下向きフラッグであるというのが分かるかと思います。なので、確率的にはですね上抜けの可能性が高いんですけれども、ただですねやっぱちょっと気になるのが、信用残ですよね。週足のチャートで見た信用残が気になりますよね。ちょっと重たいので、上抜けしても素直に、ね、上に行くかどうかちょっと微妙ですよね。で一応これ60分足チャートなんで、基本的にはですね60分足チャートの60分足の終値で抜ければこっちに行くってことなんですが、今回の場合は60分足の終値で素直に入るとちょっとハマる可能性がありますね。というのはこのレンジっていうのはこの日足のレンジでもあるので、なので日足の終値で抜けないと、この3050円ですね抜けてこないとこっちまで行くのは厳しいのかなというふうに思います。なので多分ね抜けてもですね日足の終値で抜けさせようとしない売り方が入ってくると思うので、ここで抜けても、ね、素直に入ったらハマると思いますので、ここで抜けたとしても日足まで待って3050円抜けてくるのを見てから入った方が無難なのかなというふうに思います。はい、続いてですね、オンコリス、2019年4月26日現在のオンコリスの5分足チャートなんですけども、オンコリスの5分足チャートについてはチャートパターンができております。でこのもみ合いですね、今ね、この寄り引け同時線が出てるんですけども、この寄り引け同時線で引けて抜けてるんですよね。なのでもしかしたら今度の営業日ですね、営業日の時に2850円あたりでですね、2850円あたりで始まる可能性があります。でもしね、これが始まらなかった、あるいはここら辺で始まった場合、あるいはごめんなさい、2810円よりも上で始まった場合は2850円あたりまで、行く可能性があるんですけども、2810円よりも下で始まった場合ですね、多分この抜けが騙しになるので、多分2780円ぐらいまで下げてくるのかなというふうにイメージをしております。であとね、このチャートについてはエリオタドも出てるんですよね。エリオタドについてはこのこれですね、これ相場の原理原則というですね、ものがあるんですけども、それを使うとエリオタドを出すことができます。でエリオタドについては今ですね、現在ですね第2波の途中ですね、2波から3波に移ろうかというところじゃないのかなというふうに思います。でちなみにエリオタドについてはこれが第1波、第2波ですね。で、今現在3波の向けて動いているんですけども、3波の目標株価についてはこちらですね、2918円、このエリオタド第1波を上抜けしてきたら2918円まで行くんではないのかなというのがですねエリオタド的な予想になります。オンコリスのですね、分析については以上になります。はい、続いてですね、任天堂の短期足を分析してみたという内容に入っていきたいと思います。いつものようにですね、掲示板投稿ランキングから確認をいたしますと、任天堂につきましてはですね、掲示板投稿ランキング28位ということで、昨日の23位だったかな、23位からまた下げてきてるんで、あんまり注目されてない、注目度が下がっている銘柄ではないのかなというふうに思います。であとですね、ティック回数なんですけども、18,994 回ということで、売買価格の割には非常に活発にトレードされている銘柄ではないかというふうに思います。あとね、貸借倍率については 1.99 倍ということで、それからですねちょっと 2.5 倍、ちょっとこれより悪くなると思うんですけども、ちょっとね、改ざんが溜まっているというよりは、そこそこ売りが入ってて、で改ざんがねちょっとずつ整理されてきているっていう状況ではないのかなというふうに思います。前提事項については以上になります。
はい、それではですね、任天堂のですねチャート分析に入っていきたいと思います。現在ご覧のチャートはですね、2019年4月26日現在の任天堂の週足チャートになります。で、先ほどですね冒頭でもお話をしましたように、任天堂の改ざんについてはですね、順調に整理されているような状況になっております。まあ、この破線のところですね、破線の間に徐々にですね改ざんが整理されていっているのが分かるかと思います。なのでですね、非常にまあ上がりやすい状況になっているのかなというのがまあ素直な感想になりますね。で、週足についてはですね、エリオタドも出てまして、で、今3分の1を占めかかるかかからないかぐらいのところで切り返してきているんですけども、これをですねこのままこの高値を抜けてくれば、まあ、5万5280円ぐらいまでいくのかなというのがですね、今のところエリオット波動的な目標株価の予想になっております。週足については以上ですね。はい、続いてですね、2019年4月26日現在の任天堂の日足チャートです。で、今現在ですね、このトレンドラインレジスタンスを抜けまして、すごい、ね、大きな出来高で抜けてきて、で今黄色いところね、今現在の、見える範囲では黄色い、枠の中でもみ合いになっているのではないのかなというふうに、言えるかなと思います。で、ここからね先の動きについては、これ今多分中間地点だと思うんですよね。中間地点なので、上に行くとしたら42,150円あたりですね。ここ抜けたら42,150円あたり、下抜けた場合は35,000円あたりに行くのではないかなというふうに予想しております。で、あとですね、この、ね、間が14,300円だったので、あとこれを抜けてくれば、56,000円ぐらいですね、56,000円ぐらいまで、いくのではないのかなという、ね、予想を前回したと思います。日足についてはですね以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートはですね、任天堂の60番チャートですね。これで見るとですね、ここにもみ合いができてますよね。ここにもみ合いが微妙にできてるんで、これをですね、相場の原理原則を使って目標株価を出してみますと、こんな感じですね。なのでだいたい38,800円ぐらいですね、800円超えるぐらいまでいくのかなという予想をしております。今ちょっとここでもみ合ってはいるんですけどね、これ抜けてくるというふうに思っております。で、時間軸変わりまして、5分足チャートですね。5分足チャートを見ますと、このね、今これエリオタドが第1波第2波と出てるんですけども、上に行く場合ですね、この38,550円ぐらいまでいくのかなという予想になっております。なので大体ですね、先ほどのチャートパターンですね、チャートパターン60番足で出したチャートパターン、38,850円のチャートパターンを合わせますと、目標株価的にはだいたい38,550円から38,850円あたりまでいくのかなという予想をしております。で、値動きの予想をしますと、このままね順調に伸びていったとして、38,550円ぐらいまで、この目標株価ぐらいまで伸びていって、そこから調整があってですね、調整をして、38,100円ですね、この高値、この高値のあたりまで調整をしてから、反発をして、38,850円ぐらいまでいくのかなというのは机上の空論ですけど、そういう値動きのイメージをしております。任天堂の分析についてはですね以上ですね、以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。長々とですね、オンコリスとですね、任天堂の短期足を分析してみた結果ということで、情報発信をしてきました。で、一応ね、デイトレードも余裕でできるんですけど、デイトレードの、ね、情報発信しちゃうと1日で終わっちゃうのと、あんまりね視聴者がつかないんで、今回はですね抱き合わせということで、長々と分析をした状況について披露してました。で、今度の営業日になればこの結果が出ると思うんですけども、どれだけの精度か、見ていただければというふうに思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録とですね、高評価の方お願いします。金ちゃん BBH でした。